ハローラー、こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回はポケットモンスター3ヌーやっていきます。動画の高評価まだの方はチャンネルのご登録よろしくお願いします。ということで、ここから3連戦あるようなので行ってみたいと思います。よし、おう、僕たちは最高を目指すからね。がむしゃまにいらせてもらうよ。ここでトレーナーさんの3連戦が始まるんですね。頑張ります。リードトレーナーのヒロシが勝負を仕掛けてきた。アブソルを送り出した。アブソルだ、かっこいい。オメガルビーアルファサファイアの時にも四天王で出てきてるんですよね、アブソル。よし、ということはそうだな、影縫い、見切り、見切られてる。守りの体勢に入った。入らない。もう一回影縫いしよう。ジュナイパー影縫いだ。よし、効果今一つ。でも逃げられない。最後だった。どうしようかな。ついばむ。見切りが来る。これは当たらない。身を守られてますね。よし、もう一回ついばむだ。不意打ち。ジュナイパー効果抜群だ。倒れちゃった。ハリテ山行ってみよう。戦う。畑落とす。最後勝った。ハリテーン危ない。急所にも入ってしまってる。岩石封じ。最後勝っただ。ハリテ山効果が抜群だ。よし、どうしようかな。エスパータイプは、アブリボン行きましょう。頑張れアブリボン。よし、行こう。マジカルシャイン行け。よし、効果抜群。危ない。次に出てくるのは何のポケモンでしょう。噴煙を覚えたい。覚えよう。噴煙、噴煙って何だろう。これいいですね。弾ける炎と交換。ルーバーは弾ける炎を忘れて噴煙を覚えた。ラプラス、ラプラスか。いや、このままにしよう。いいな、ラプラス、かわいい。水の上じゃないけどね。ドレインキッス。はい。塩水。ブリボーン。そしたら、シビレゴナ。はい。麻痺つけましょう。それで、うわ、大丈夫？アブリボンお疲れ様。ルーバーかなー。いやー、スナイパーがいないとなるとちょっとあれですが、ピカチュウにしよう。ユケピカチュウ。10万ボルトだ。はい。効果抜群、神秘の守り。そしたら、スパーク。えい。冷凍ビームが来る。まずい。ピカチュー。あ、残ってくれてる。もう一回10万ボルト。ピカチュウの10万ボルト。
果抜群、相手のラプラスが倒れた。学習装置でそれぞれ経験値をゲット。君たち最高だね、ハートの強さ感じたよ。賞金として3196円手に入れました。間違えたよし、これはこれも当たるよね。お姉さん、ん、死んじゃう心、余すところなく見せてごらんよ。はい、ベテラントレーナーのヒロミが勝負を仕掛けてきた。やってみよう、ムーランド。こいつも乗らせてもらってるからね、ムーランドさん。雪月光が行こう。威嚇下がってる。いけるかな。水手裏剣しよう。月光が水手裏剣、なんか当たるかな。そんなに急所いけてる。2回、そんなに当たらないのかな。3回、3回当たった。ムーランドは吠える。うおもうブーバーに変わった。吠える持ってるんだ。そう、それは悪、騙し討ち。いけ、ムーランド吠える。次出てくるのは、はい、月光が引き連れ出された。ツバメ返し、いけ、ちょっとずつ。よし、ムーランド敵討ち。敵討ちもあるの。この桜が散るのかっこよくて好きなんですよね。よし、ではもう一回ツバメ返ししよう。月光がのツバメ返し、どう。あ、もう少しだ。敵討ち、キラーン、桜が散る。よし、もう一回。どう？入った。ムーランドは倒れた。よかった。絆の力がみなぎってサトシ月光が変化だ。次に出てくるポケモン、何でしょう。何が出てくるのかな。よし、ブーバーもレベル上がった。アマージョ、このまま行きましょう。アマージョ、アマージョは草タイプになるのかな。そしたらツバメ返し、いけ、どう。よし、効果抜群、リーフストーム。これは耐えられるのかな。そうだよね、効果抜群だよね。月光がお疲れ様。ブーバーにしよう。みんなが必死になってしまってる。頑張れブーバー。よし、噴煙、はい、噴煙だ。よし、効果抜群、相手のアマージョが倒れた。最後の一体何が出てくるのか。ピカチュウもレベル45に上がった。高速移動は、忘れさせないでおきましょう。はい、クレッフィー、そのまま戦います。あら、クレッフィーって何ポケモンなんだろう。封印してみます。マジックルーム、ということはエスパータイプなのかな。よし、封印だ。効果抜群、もう一回、もう一回やろう。ブーバー頑張ろう。やけどついてるし頑張れる。きっともう一回封印、いけブーバー。これでいったー、よかった。よし、わー、危ない危ない。ブーバーもレベル38に上がりました。ベテラントレーナーの瞳に勝った。やるじゃないか、好きなんだよ。死んじゃうポケモンとトレーナーが、賞金として4136円手に入れました。残り1人、おじさん、ベテラントレーナーさんですね。祭壇はもうすぐよ。はい、
だがな、簡単にはいけねえ。行かせねえ。お前の全力見せてみろ。頑張ります。残っているポケモンさんは少ないですが、4体いる。やってみよう。グランブル、はい、ユケブーバー。このタイミングで回復もさせたい。でも毒持ってるからブーバーに毒をやってもらう。はい、効果抜群。グランブル頭突き。ブーバー急走。じゃあみんながみんなが元気の塊使おう。どうしようかな。そうだな。そしたらやっぱりここはジュナイパー。続き、ブーバーお疲れ様、ありがとう。炎の体残してくれてる。グランブルやけど、よし、ちょっとずつダメージを残してくれましたね。ここでジュナイパーに交代だ。ほい、ジュナイパーどうする。この先に元気のかけらを、あ、ブーバーに使おう。ほい、ホエール。誰が出てくる。ピカ、ピカチュウ。やけどのダメージを負ってるよ。ガチャ、10万ボルトしよう。よし、10万ボルトだ。はい、じゃれつく。大丈夫、ピカチュウ、ピカチュウ倒れた。でもやけどがあるからもうちょっとですね。ここでジュナイパーに変わる。はい、頑張れジュナイパー、あともう少し。よし、回復したいな。回復回復回復。モーモーミルク、はい、ジュナイパーモーモーミルク。よかった、持ってた。よし、オッケー。じゃれつく。ジュナイパーには当たらない。次の攻撃できっと、あ、間違えてる、押せるはず。戦うで、葉っぱカッター。はい、よし、グランブル倒れた。残り3体いけるかな。もうブーバーも経験値もらって、ゲンガー、このままで大丈夫。ゲンガーだったらゴーストタイプ。はい、ってことは影縫いがあるから影縫いでいきましょう。シャドーボール来る。大丈夫ジュナイパー、影縫い。はい、どうだ。よし、一発だ。呪われボディ、影縫いが呪われてしまった。封印されちゃったよ。お、ブーバーもレベルアップ。パンシェル、パンシェル、このままにします。あ、パンシェル、リーフ、守る使ってる。リーフブレード、これで守られちゃうな。よし、もう一回リーフブレードしよう。ジュナイパーはリーフブレード、もう一回入れたい。巻きびし体、わあ、足元の巻きびしが。リーフブレード、はい、よし、パンセル倒れた。次はどう。お、レベルが上がってる。ジュナイパー51レベル。ベテラントレーナーさん、残りは何が出てくるかな。金縛りは解けてる。ゴローニャ、ゴローニャか。入れ替えよう。ちょっとブーバーブーバーを呼びます。で、この間に元気のかけら使いたいけど、オリジャンフォームのゴローニャだね。
巻きビスのダメージ受けちゃってる。封炎、はい、ほい、ロックブラスト、ウーバー、うわー、お疲れ、ウーバー、まずいぞ、スナイパーお願いします。巻きビスでダメージが、ここで、元気のかけらを、鉄鋼ガニ。よし。ロックブラストが来る。あ、2回ジュナイパー。ふーん。鉄鋼ガニして、厳しい戦いだ。よし、もう厳しいダメージも入ってるけど、水処理剣、あともう一体なんだよ。へい、頑張って、へい、何回当たる、もう一回頑張って、よし、いったー、よかったー、効果抜群、4回当たった、ご老人を倒れた、結構が多めにもらえて、ベテラントレーナーさんとの勝負、勝てました。危ない。なんて全力だ。負けを認めるしかねえな。賞金として4136円手に入れました。よかったー。ここまで来れました。はい。ということで、今回はここで終わっていきたいと思います。この後ですね、ポケ戦にちょっと走って、みんなを回復させたいと思います。この先はね、もうすぐ祭壇っていうことなので、私も頑張って祭壇まで向かおうと思います。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、See you!